アルセーヌ・ルパン・怪盗神・シルパン・ハートの7・ハートの7のカード・ハートの7はモーリス・ルブランのアルセーヌ・ルパンシリーズの一つである短編小説。1907年発表。第一短編集、怪盗神・シルパンに収録。私コトルブランが自宅での怪奇な事件をきっかけに、ルパンの電気作家となった行きが明かされる。ビルヘルム2世6月のある夜。 友人たちとレストランで夕食をとった、私は年下の友人、ジャン・ダスプリーと人気のない道を家路に着いた。ダスプリーと別れ、一人で家に入ってから不審な雰囲気を感じ、用心のため拳銃を出した。その時、本の間に手紙を発見した。手紙にはこう書かれていた、この手紙を開封した時から何もしてはいけない。さもなくば命はない。 その後、隣の広間から大きな物音が聞こえてきた。しかし盗まれたものは何もなく、トランプのハートの7のカードが1枚落ちていた。7つのハートマークの先端にはすべて小さな穴が開けてあった。私がこれを新聞のコラムに書いたところ、友人の間で大反響となり、ダスプリーも家にやってきて広間を見たがった。その広間の壁にはカール大帝のものをはじめとした。 様々なモザイク画があった。その後、私のコラムを読んだという人物が家に来て、広場でピストル自殺を図った。遺体のそばにはまたも、すべてのマークの先端に穴の開いたハートの7のカードがあった。男が握っていた名刺から、ジョルジュ・アンデール・マットが警察の尋問を受けたが、心当たりはないという。男は、エティエン・ヌ・バランというス,イス出身のヤクザ者であった。また、 エコードフランス紙に、ドイツで潜水艦、ハートの7が、ルイラコンブという、フランス人技師の設計図を元に作られたが、肝心な資料がなかったため失敗に終わったこと、設計図をドイツに売り渡したのは、バラン兄弟であることが、サルバトールという署名入りで書かれていた。これに関してアンデルマットは無言を貫いた。そんなある夜、私の家にアンデルマットの妻が訪れ、 ラコンブに当てた自分の恋文のためにバラン兄弟に脅迫されていることを告げた。アンデルマットが無言を貫いたのはこのせいで、その上密かに兄弟を監視させていた。私と一緒にいたダスプリーは、夫人に恋文の秘密を知っていると、オボシキサルバトールに夫が設計図の資料を保管していることを教えるように説得する。その後、 サルバトールから夫人に宛てた手紙が私の元に来た。隠し場所にはなかったが、必ず取り返すとあり、サルバトールがこの事件の鍵を握っているのは間違いなかった。ダスプリーも恋文探しに熱心で、私と共に庭を掘り返したところ、発骨したいと、鉄板に描かれたハートの7が発見された。暑い日のことで、私はふらつきながら、そのまま二日間寝込んでしまった。 三日目の朝、ようやく起き出した私に、猿が通るから即達が来た。その日の夜に、二人の人物を対決させて、この事件を解決するらしい。その夜、ダスプリーと一緒にいた私のところへ、アンデルマット夫人が来た。この家に来るようにとの夫宛の電報を見て、急いでやってきたのだ。カール大帝、アルブレヒト・デューラー作その後、アルフレッド・バラント、 アンデルマットが到着した。私たちは暖炉に隠れて様子を伺った。手紙と資料の件で両者はいがみ合い、バランが拳銃を出したところへ別の拳銃が火を吹いた。ダスプリーだった。ダスプリーの登場に二人は驚き、私もまた驚いた。どうやらダスプリーはサルバトールと同一人物のようだった。この対決でバランは資料を呼び、 設計図の原本と引き換えに、アンデルマットに1万フランの小切手を切らせ、恋文にもさらに1万フランの小切手を切った。恋文は、カール大帝のモザイク画の裏に、ラコンブが仕掛けた二重金庫の一つから見つかった。ハートの7の鉄板は、この金庫を開くための鍵だったのだ。アンデルマットが立ち去った後、ダスプリーは、バランに小切手と資料を渡すのを拒み、自らと、 白骨死体の正体を明かし、そしてこの事件の裏話を私に話してくれた。彼の名はアルセーヌ・ルパン。ルブランはこの作品の著者のみならず登場人物でもあり、このハートの七の締めくくりで自らとルパンの友情についても触れている。彼はアルセーヌ・ルパン作品におけるドクター・ワトソンとも言える。ルブランは他のルパンの冒険団にも登場し、一部の作品では ルパンと行動を共にしており、自分が作り出した怪盗紳士ルパンの鮮やかな腕前を目の当たりにしている。またある時にはルパンの仲間となっている。ルブランはこのハートの七の中でルパンは演出家で自分は彼のドラマを演じる俳優であるといったことも書いている。ジャンダ・スプリーとモウリス・ルブランの友情が描かれたハートの七は ルパンの様々な冒険談の中でも初期の作品で。この中では、ダスプリーは、ルブランの友人として登場し、事件解決後は行方をくらませてしまう。この作品では、ダスプリーに比重を置いて書かれている。ハートの七に絡んだ、奇怪な事件と潜水艦の関係を突き止めたのはダスプリーであり、ラコンブの遺体について語っているのもダスプリーである。片やルブランは、 最後の場面で、ジャンダスプリー・アルセーヌ・ルパンという不思議な人物による事件の解決に合わせており、この点でも、ルブランはことの成り行きを見守るワトソン的な存在なのである。この物語では、ルパンは泥棒よりもむしろ探偵で、新聞記事で謎解きが行われたり、アンデル・マット夫人の不倫が絡んだりするため、かなり複雑な構成になっている。 タイトルにあるハートの7が生かされているのが、同じカードの向きを変えると、別の金庫の隠し戸が開くというところである。ラコンブが金庫を仕掛けた壁のモザイク画にあるカール大帝は、フランク王国の国王、西ローマ帝国初代皇帝であるが、トランプのハートのキングのモデルでもあり、それがこの事件の謎を解く上での革新であった。また、この当時は、フランスの外交に、 隣国ドイツの潜水艦計画をめぐって緊張が走っており、ルパンが活躍したベルエポックの時代に次第に第一次世界大戦が近づいてきていた様子が描かれている。アンデルマット夫人の不倫についてははっきり書かれていない翻訳もあり、また翻訳によっては私をルブラン自身と位置づけていたり、バランとアンデルマットが来た時に3人が暖炉ではなく、 隣の小部屋に隠れたというのもある。L.E. セプットでクール。ありがとうございます。